天才ピアニストの深夜おでん。どうも皆さん、素敵なポロシャツでこんばんは。こんばんは。天才ピアニストの竹内です。ええの着てるやんか、奥さん。いやー、はい。あっちこっちカンパニー。ちょっと、ますみさんが着てた時も紹介したかもしれませんけども。これまたね、あっちこっちカンパニーのここがね、色違う刺繍入ってるのがいいよね。いいよね、これはね。後ろ向いたって、後ろ。お気に入りでございます。あーかごめん。あーかい。このね、ちょっとグミキャンディーみたいなデザインに、はい、あっちこっちカンパニー天才ピアニストウルナ2000。これはね、とりあえず大阪の販売は終わったので、はい、熊本、名古屋、東京で、はい、またツアーのね、ライブ。最悪チケット取れてなくても名古屋とかに駆けつけたら、あ、そうよね。買えるんですよね。あの、チケット持ってなくて、その日ちょっとまあもう、劇場に入るのは時間無理やね。うん。会場に駆けつけてグッズを買うっていうことはできるので、ね、はい、そうです。だから熊本の皆さん、名古屋の皆さん、東京の皆さん、はい、そしてそこに全然グッズのためなら駆けつけれんでという熱意のある皆さん、ゲットしてください。これ非常に可愛いし、可愛い、あの周りの今日着てただけでもね、うん、可愛いねっていろんな方に言っていただいたんでね、やっぱり引きつけるものがあるか、あ、さすがにやっぱり刺繍が可愛いということでね、はい、東急ハンズも俺なんですけど、あ、こっちで、こっちダウンジング的な、はい、うん、危なタンのボスみたいなおるやんかって思うやろ、うん、いてないね、いてない、ちっちゃいのかな、ええー、てん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 とって、うー、群れかいな、上がってもけえへん、うーん、いや、コタンもいいんですけどね、やっぱそういうね、うん、あの汚い話ってやっぱ楽しいじゃないですか。楽しいね。だから昨日やっぱ考えさせられたんですけどね、はい、シャカトラの岡本くんと喋っててさ、はい、あのシャカトラの岡本くんはもうあのおならが嫌いや言うて、まあこれはね、あの女の子が平行感といてほしいとか、そういうその、うん、そういう問題じゃないね、もう人間、そういうことじゃなくて、そう、人間全般の平が、人間の内臓から出た、うん、この細菌をね、草臭をなんで嗅がなあかんねん、はい、そう、なんでその体にいらんとジャッジした空気を俺が吸わなあかんねんっていうのに腹が立つって独特の理由だったんですけど、うん、めちゃくちゃ腹立ちますね、うん、嫌いですよ僕って、背筋を伸ばしてね、うん、怖かった、うん、ね、でもやっぱり結構無理、え、全然無理ですよえ、じゃあ例えばその結婚して奥さんとかももうずっとあの奈良とかは音出さんとこれでほしいってこと、うん、あ、そうですねとかって、うわーうわ、でもそういう感覚の人って別に普通におるやんか、まあおるな、まあ大体やっぱりそのさ、異性として見ようってなった時に、うん、平気でおならをこくやつを受け入れれる人の方が少ないと思うんですよ、まあ、そもそもね、平気はあかんよな、やっぱり、やっぱ平気はあかんか、私でも結構家で鳴らしたいタイプやねんな、平気はやっぱあかん、平気あかん、うん、あの、そうですか、やっぱりあなたにはやっぱり、うん、平気やね、あなたには平気どころか、うん、音を耳でささやかしたいっていうのがあるから、まあ一回注目させてからこう言ってるわな、そうそうそう、うん、でもな、まあ、でも好きな人とかね、まあな、だからその結局多分そのいい感じの時とか、うん、そういう時はもちろんね、そら鳴らしに行くことはないと思うし、はい、ねえ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 プリーとか言ってさ、ええ関係すぎるやん、うん、やけど結婚してしばらくしたら絶対そうなってくるはずやん、うんうん、そんなん出ちゃうことはね、うん、これってさ、でも絶対境目あるよ、初日があるやん、うん、あ、ついに音出しの、いや、これほんまに、あ、そうか、音出てしまうのが嫌なんかな、黙ってたらまあバレへんもんな、でも臭いのも嫌やって言ってた岡本くんはね、でもその透かしたところでさ、もうさ、もうこう絶対逃げられへんっていうぐらい臭いパターンだってあるはずやん、確かにな、うん、でも私その、まあ、人間やからさ、そういうまあゲップとかも、はい、おならとかもあくびとかそういうね、はい、出るものを出ちゃうのは仕方ないやん、出した方が多分いいし、その出したいなって思いがあんのやったら、うん、あんま我慢するのよくないと思うねんな、そのね、出ちゃった時の、うん、あの回避法というか、はい、だからね、あるんですか、いや、谷口くんとかむっちゃするやん、おなら、谷口くんはなんかほんま打ち合わせの時にブリーとか行くよな、え、ごめんぐらいやんか、え、ごめんごめんみたいな、そのなんかこっちが言ってるのがうっさいみたいな感じじゃないですか、しかもこうお尻を今まさに上げて、はい、はい、しかもなんかさ、ちょっと水分含んでるみたいな、ビチビチみたいな、なんか、そうそうそう、バリバリみたいな、胸ちゃんもやるよな、そうやね、うん、こきに行くよな、あ、え、あ、ごめんそうそう、あかんでっていうぐらいのことをするのはやっぱりさ、その仲いい人でも嫌やなって思ったりするやん、なるほどな、その自分からこのうんって決まったやんっていうのは、はい、だし、もうわざとその塊というかね、それはやっぱ気悪いから、うん、出ちゃった、我慢してたけど出ちゃった、はい、まあギリ許せるし、うん、その後のこっちやった側の対応で、誠意ある対応で、そう、うん、あの許せる、確かに、のは変わってくると思うね、可愛らしさが必要やね、やっぱそこには、うん、だからもう私は、うん、
おーってしちゃったら、はい、出ちゃった。あ、もうほんま出たっていうことを正直にすぐに言って、うん、もうごめん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 って。だそこで白を切ったりとか、とかやってみたりするんじゃなくて、もうあーって、ごめん出ちゃった。ごめん。まあまあな、お腹ゴロゴロしててねーって。っていうか、だいたいマッサンと付き合ってる時点で、へでビビってるのではもう無理やもんな。そうやで。うん、確かに。そんなん、急にお腹痛なって、貼り付けの刑みたいな感じになんねんから。バンって何年から、ほんまに。忍者やったらな。うん。全然その、ちびることだって、な、ゼロではないです、正直。そうやで。だから、まあな、だから、私はな、でもな、その、理想としては、やっぱ、うん、こちびってもうてん、今日、ぐらいのことを言える相手がいい、うん、いいですよね。まあ、そうやな、オープンな感じでね。そうそうそう、なしてねって言ってくれるぐらいの、まあそういうのもだって年重ねていったらもうそういうことも受け入れていかなあかんことがまあちびるとかレベルじゃなくなっていくからどん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 全部出たっていうことにうんうん一人前お待たせしましたみたいな時あるから ね, からねからな、まあ、そんなんまあまあ年取っていったらまあそんなんも受け入れるかもわからんけど、うん、私は割とねそういうの NG な無理やって言われたらはいちょっと私も無理ってなじゃあもういいですってなるこっちもいいですじゃあもういいですってなる小田切丈さんもびっくりいや切り方やば小田切丈さんなんですあれ小田切丈さんって呼んでもらっていいですかね今後はなんで今の反省今回は謝罪しませんけど今回は謝ってほしいんですけどいやいや今後は気をつけますそうです、はい、いやそうだから私はもうほんま付き合うってなった時からもう言えときたいそうやなできればなうんそうでしょうだってだから彼氏好きな人もってこうやりに来る人は嫌やなさすがに、まあ、やりに来んでえなうんそうやなでも出てもうて重宝ぐらいの感じはいいよな、うん、その重宝と中等っていうああごめん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 みたいなうんごめんは欲しいかうんさすがにそうやなでもさなんかさあの長いの出そうな時にさ、うん、聞かしてほしいけどな私はちょっと待って多分長いの来るわ、うん、ってなって長ーとかやりたないちょっと、まあ、それでねこうワイワイはいじゃれ合うことができるカップルはほんま素敵やけどねいや私そっちでいいかなちょっと結構きついな生体反応を楽しめるカップルはそう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 相手もなんかその、うん、ついに隠し出したらきついわちょっとそうやなうんいや、まあ、結構おならお前じゃゲップはねむっちゃ出るからねゲップはそうですね。まあもうリスナーさんは目撃してると思います。ぐっていう。何話の空気飲みやからさ。うん、空気飲みやし炭酸好きやしな。結構ボン。え、それはあまあまあな。だ意外とおならよりゲップの方がポップじゃないもんな。そうやね。なんかおならはまあまあおならも臭いけどさ。おならの方がイラスト感あるというかさ。ベンフレーバーがするから嫌やけど。うんうん。ベンフレな。ベンフレするから嫌やねんけど、はい。ゲップはさ、なんか先ほど食べたものを。はい。よりリアルというか人間味というかね温かみ生臭い匂いがな、はいうん、結構他人の口からするのって嫌やなそういうもんな、うん、じゃあねそれなんかあったよなその流れてきた時で2人で誰やねみたいな時あったよなあったなあれやっぱきついよななんかそのきついもう絶対ゲップやねほんでちょ待って中華行ってるやんとか、うん、なんか昨日のニンニクやんとかなそうそうそうやっぱニンニクとかそういう発酵系をさ、うん、たくさん食べると泡立つんかな、まあ、中で洗ってくるよな中でふつふつと してんのかなはい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 こっちがふつふつするよなほんまに非常に内面がふつふつでなんかさ私ら、うん、なんかわかんけどさタクシーの運転手さんにもよく置かれるよな、うん、そうやねタクシーの中でなんか喋ってたらなんなんかベンフレするなってでまあ、うん、マスミちゃんが犯人のパターンももちろんあるかもしれないですけど、うん、多分その時は分かるねんだ大体、うん、ねあこれマスミじゃない香り私だってもう伊達に書いてますから、うん、あこれマスミの手やなとかこれマスミじゃないなっていう時、うん、なんかめっちゃ多いねん多いなマジで 2,3 回に1回あるよなそうこれほんまに大げさじゃなく 2,3 回に1回あってなんか運転手さんがさりげなく窓開けはんねんけどあれさ窓遅いって窓開けはるのはええねんけどさ、うん、あおならこいちゃったなーってうんまあそれは我慢できる時もありますそれは長時間乗ってはるし、うん、今ちょっと行きたかったのに拾われたからわーとかもあるやろな、そうやな、やっぱり、うん、そらなでおならしちゃいましたで窓開けんのはええわしばらく開けとかんとって思う時ない、うん、早いでさ、うん、2秒ぐらいウィーンって開けてウィーンって閉めたりする部屋を舐めとるいやいやもう車内も
なんか特殊なモニターで見たら黄色いで。そうやね。センサーで見たら、ほんでさ、あのその、へがあるやんか、ほんで。へだまりな。へだまりの歌があるやん。で、風がさ、前から流れてきてるから、この、後部座席に来て終了やねん。きつい、もう。もう全部開けんと。な。仕方ないねんけど、まあ、謝ってまうのもなんかちゃうやろ。まあな、そう、確信させてしまうからな。うんっていう。でも、車内で告っても結構やばいねん。うん。せやねん。しっかりするから、匂いが。テロやな。テロやー、もう。ペテロ。はい。ヘテロ。なんかありそうやな。うん。なんか、数学、ヘテロってなんかあった気がする。あるよな。気のせいか。いや、だからね、そこは。その知らない人のあれですけど、私はちょっと、まあ、ほんま家族とかやったら、うん、ほんまに、その、あー、ちょっともう、うんこして。その、プーとか、音鳴っちゃう分には、うん、ごめん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 って言いやすいんだけど、うん、私もやけど音鳴らへん時あるやん。あるあるある。その時迷うねんな。いや、あなたの場合は言ってもらうとね、被害が出ますから。出てもらう時の方が多いのよ。はいはい、そうね。音よりね、うん、しかも手応えないままやろ。そう、なんかでも私っぽいなってこと。私から自分も、うん、自分の匂いなんとなく分かるから、うんうんうん、あと大きい部屋サービスな。あなたが部屋から出ていく時に楽屋で辺残しして、辺残しは許しませんけどよ、ばかり。私がね、機嫌よく楽屋帰ってきたら、ん？隔たりあるやんっていう。置き配サービスならな、置き配な。置き配サービスもあるからな。いろんなパターンがありますけども。はい。その時は確かに、その、悩むね。すいませんって言うかどうか。そう。だってあなたの場合はまず自分かどうかわからんみたいなところもあるわけですから。そうそう、もう。そうとね、そうとね。うん。だからまあ、小さい部屋やったら、まあ、こんな楽屋とかやったら言った方がいいな。もう犯人が、うん、そうやな。あなたかしかおらへんねんから。うん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 。だでもいっぱいおるとき、うん、のすは謝らんでいいか。まあそれはもう完全犯罪でいいんじゃない。うん。誰や誰やみたいな。誰やって、そのマッサン疑われへんからね、ずるいんですけど。おやすみ。チャンネル登録ってした方がいいもんね。うん。私やったら登録するかな。私もすんのよ。登録してみたらどう？どう？